ど、完全に騙されてるんやでっていう、そのいうことをやっぱり自覚してもらわないと。そう、だって農協を構成してる人の中の何人が農業やってるかですよ。農協の構成してる人たちの中の何割の人がの実際農業やってるのかって調べてみ、多分3割ぐらいやろ、農業やってる人は。あとはその3割ほどやってる農業の人に対して耕運機打ったり農薬打ったりな、そんなことしてやってるわけ。最後この人らが勤め上げて年金もらうようになったら、今度は年金の受け取り先も農協に受け付けてみたら、何してんねんっていう話やん。普通の銀行でやないかと。なんで農協の組合員だけが金融を農協でやらなあかんのかって。こんなもんはもう全部利権があるからでしょ。こんな本当に目ついたことをやってる、もっと普通にやれよっていう、そのことですよね。だから、まあ、それを潰していくのにちょうど法律は何があるのかなと思って、昔やったことあるんやけど、政協法っていう法律がある、生活協同組合法。あの法律は非常に使い方によっては面白い法律で、僕は全部そんで、今食べ物農協、食べ物生協みたいなもんだけやってるね、生協で食べ物のある。そうだけど、あれ全部僕は福祉生協とか環境生協とか生協法を使って、そういうもののそのなんていうの、民主化を図るやり方を考えてやったことある。福祉農協は福祉生活協同組合っていうのを作ったことある。福祉も全部生活協同組合法でやろうという病院でも作れる。この辺で言うと尼崎かどうか、あの辺に生協病院とか作ってるはずやけど、あんなあれはもう作られる頃から、これも昔からだって。ところがね、それにね、共産党が噛んできるんだよ。お前らはやめといてくれって言うんだけどそのほんまさね、その要はね、そういうことだから、僕なんかやるとでね、人間って大なり小なり福祉とか教育とかってやるやつは大なり小なり革新やね。だけどね、共産党ではないね。そので、共産党やったらどうなるかいうとね、そのね、共産っていうことになってきたら世の中に泥棒がいないっていうことになるね。物に所有権がなくならないからな。で、共産党のやつが金出して物を買うとんのがおかしいね、大体。そこにあるものが共産やないから持っていったらいいわけ。そう、だから共産主義っていうのは、それ無理やね、人間社会の中で。だから世界中潰れた。そう、共産主義の国に泥棒なんているわけないやん。所有権があらへんねんから、共産や。お前のもんは俺のもん、俺のもんはお前のもんの最たるものが共産主義だから、共産主義社会に泥棒がいるってどう意味が分からん。こうだから理論上無理なんで、これがね、民主主義社会の中にある政教法みたいなものの中に入ってくるわけ。ややこしいで、その説明ができんようなんだ、こんなんで。だから俺は抜けたよ。本当はこれが日本の保守とか共産党以外の革新党やったら、やったら面白かったよな。もっと民主で、まあ要は利権というものを徹底的に僕は外していくっていうやり方やから、そういうことができるといいんですけどね。だから、まあ、みんなでどうですか、農協潰しましょうか。そう、ね、あの農協の組合長さんの顔が悪いやろ、みんなこう、いや、なんか悪いじゃないですか。今のね、農水大臣も農協やろ、あれ。だから指名手配の顔とエロかないんだって。そのっていうのはね、意識してやってないにしろ、やってることが悪いことなんですよ。その
でそこのところをなんかね、いかにも国家のためみたいなこと言ってるけど、で日本は例えば自給率が悪い自給率が悪いって言って、そんなもん日本の自給率の計算だけが世界の中でカロリー計算やねん。カロリーでやったらほとんど無理やんな、もうどうでしょう。カロリー計算で自給率からやりよるから、そらあんなほとんど食べていけんよね。でも俺なんか別の基準で、俺なりの基準で計算したら日本の自給率って120%ぐらいある。そうで、まあただ自給率が悪いということにしとくと世界が安心しようのよな。日本という国を兵糧攻めしたら潰せると思ってるから。ところが実際攻めてきたらちょっともこの国は潰れへんねん。だって国家の大きさが違う。国家の大きさが世界で何番目に大きいか。世界で6番目に大きい国なんで、我々の国は。そので国家とは何かっていう、国家とはなどういうことかっていうと、領海と領土で国家なんです。だから領土は少ないんですよ。まあ、もう太平洋の隅にある芋のヘタみたいなところに俺はみんな住んでんやけど、坂本龍馬が言うたやんな。俺はえ地図見て坂本龍馬が「俺らの国はどれや?」って言って、これ日本列島これって、こんな芋のヘタみたいなところに住んでるのかって言うてびっくり言うて、なかなか、そう思って見たらほんまに芋のヘタみたいな。そやけど領海がものすごいあるから、ハワイの近くまで日本やからね。領土と領海で言ったら、面積で言ったら世界で6番目に大きいんですよ、うん、で住んでるとこは芋のヘタは結局芋のヘタに非常に合理的に住んでるわけな。でほとんどの領海は手つかずや、ね、何にもしてへんの。でそこにあらゆるものがあるわけです。でそうなのに、そこで取った魚は日本の領海内で取った魚でも全部それを国産とはならないんだな。遠洋漁業やらで持って帰ってきたやつについては輸入品になるだけや。ほんま近海の一本釣りみたいなもんだけが自給になってて、後のやつはもう全然違うということになって。でまあ鶏は今な鳥インフルエンザで養鶏なやって卵が値上がりしたって言うてるけど、鶏なんかでもあれ日本で飼ってるやつは全部国産かというと違うので、餌がトウモロコシが入ってたらそれは国産でなくなるんだよ、輸入になる。